日南市大道津で30年以上鮮魚店を営む門川康秀さんが日南市特命大使に任命。一流レストランへ卸す魚が高く評価され、魚の食文化を伝える門川さんは NHK プロフェッショナル仕事の流儀や首相官邸のイメージ動画などに取り上げられました。宮崎の猫屋です。お世話になります。日南市の知名度向上とイメージアップに貢献したことで、日南市から特命大使の任命書が授与されました。任命を受けた門川さんは、夢にも思ってませんでしたので、まさかこういう形でお受けできるとは思いませんでした。少しはちょっと躊躇があったんですけど、もうここまで来たらせっかくですから日南市のために特命大使を引き受けて PR ができたらと思いまして、もう3回目には口説き落とされました。はい、料理人の方々のイベントなんかありますので、そういう場で率先して日南の宣伝も日南市の宣伝もやっていけたらなと思っております。魚はもう通常通りの私の頭の中で組み立てていきますので、そんなプレッシャーはないんですけど、この特命大使を引き受けた以上からにはそれなりの結果を出さなくちゃいけないと思いますので、それが今頭の中でスクランブルしております。今回の任命で日南市の特命大使はこれで13人目となります。